あの人の現在。美人すぎる元男性として有名になった椿彩菜さん。男の子の頃の写真も公開し話題になりました。なぜ女性になろうと思ったのか、女性になってからはモデルや女優の仕事も増えたのですが、芸能界から姿を消してしまいます。一体何があったのでしょうか。またカリパク騒動の真相についても紹介したいと思います。現在と男時代の差。椿彩菜さんは美しすぎる元男性ということで、テレビ番組では男時代の写真が公開されていました。この写真は子どもの頃のもので、可愛い男の子という感じでした。そして高校時代の頃の写真です。スラッとしていて顔立ちが整っていますね。きっとモテていたことでしょう。お肌も綺麗なので、そのままメイクしても素敵だと思います。以前はドラマやバラエティ番組に出演していましたが、最近はなかなか見ませんよね。その理由はタレントとして使いづらいことが理由なのかもしれません。これ無理、やりたくないとわがままばかりで、自らの仕事の幅を狭めていきました。そのため他のタレントにポジションを奪われる形になりました。また本人がそう思っていなくても、周りから見るとお迷惑と言われているのですが、大先輩にあたる春菜愛さんと共演した時に、一緒にしないでと本気で切れてしまったそうです。他にもカバちゃんをバカにするような発言や、春菜愛さんに対して失礼な発言をしたことで、お姉の人からもよく思われていなかったようです。ある番組内で、女として扱ってほしい、お姉の扱いはしないでほしいなどと言っていました。現在はグリックに所属し、インターネット放送を中心としたゲーム番組に出演しています。ゲームが得意で格闘ゲームが好きなので、数々のサブカル番組に出演しています。テレビ埼玉のゴゴタマというローカル情報番組や、埼玉のラジオでのアイドル情報番組、ニコニコ生放送でゲーム関係の仕事を2本しています。また麻雀が好きで、2017年5月に芸能界女子麻雀部という番組も始め、女性芸能人の麻雀部を立ち上げました。ゲーマーとしてネットの番組に出演している椿さん、これからの活躍が楽しみですね。